全国1億2000万人の愛車の塗装の劣化でお悩みの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。ここのモール破けちゃってますね。今回この私のランドクルーザー80を塗装に出します。動画とかでは綺麗に写ってるんですが、ボンネットとかルーフの塗装がだいぶ傷んできちゃってるんですよね。私の80は平成8年1996年式、まあ26年も経っていれば塗装も劣化するってもんです。冒頭にもありましたが、こういうモールの劣化した部分、こういうところも直したいのでモールも交換します。あとバンパーもこの端の部分は塗装したいと思っています。ということで、オーバーフェンダーやバンパー、キャリアなどの付属品を外しちまいましょう。はい、外せました。今回塗装するのはボンネット、ルーフ、リアゲート、オーバーフェンダー、あとこのバンパーの端っこ、四隅の部分ですね。なんかオーバーフェンダーがなくてもかっこいいんですけどこのルーフの縁のモールは外しました。これは新しいのを買ってあります。塗装が上がってきたら自分で取り付けます。今回オーバーフェンダーも新しいのを買いました。純正だとボディと同色なんですが、今回オーバーフェンダーはバンパーと同じ色にしたいと思ってます。リアのキャリアは不評だった緑色を黒く塗り直そうと思ってます。このオーバーフェンダーがついてた部分、ここは一度磨き直してから新しいのをつけようと思ってます。なのでこのバンパーの角やオーバーフェンダーは塗装屋さんに取り付けをお願いしてません。塗装だけお願いしてあります。近頃なかなか動画がアップされなかったのは、休みの間この作業を一生懸命やってたからです。結構時間かかるんですよね、こういうの外すのにも。無理やり引っ張って割っちゃったりすると大変ですからねこのオーバーフェンダーを外した状態もかっこいいですよね。スタンダードとか GX はこうですよね、ナローボディ。バーフェン仕様に飽きたらナローにしちゃおうかな。はい、これは外した泥除けです。この泥除けは中期型のものをカットしてあります。次につけるのは後期型純正のカットしてないものをつけます。そしてこれはキャリア、キャリアもねちょっと塗装が剥げてるのでタッチアップしときましょう。そしてこれが外したオーバーフェンダー、これもいずれ塗り直して気分によって付け替えるっていうのもありかもしれません。まあ何度も付けたり外したりしてる間に傷だらけになっちゃうんですけどねはい、以上でランクル80塗装前の状態の動画を終わります。もちろん塗装は業者さんに出します。これからキャリアカーで取りに来てくれます。塗装が上がってきたらオーバーフェンダーをつけたり、キャリアやモールをつけたりする動画をアップしたいと思ってます。それではまたねー。